狂言師野村萬斎さんが監修した能と狂言が浜松市で開催され、多くのファンが非日常的な雰囲気を楽しみました。野村萬斎さんが監修したのは、源頼朝の叔父にあたる平安時代末期の武将源為朝と、武将を食べようとする鬼の親子との戦いをコミカルに描いた作品、首引きです。今回の公演の特徴は、600年を超える歴史を持つ伝統芸能の技法に、初めて見る人にも分かりやすい演出が盛り込まれています。会場はおよそ2000人のファンで満席となり、コミカルな場面では会場から笑い声が上がっていました。